イベンもたくさん切る。ゴリスタチャンネル。はい、ということでございまして、2023年令和5年元旦でございます。皆様明けましておめでとうございます。DJ のノリンゴです。そしたらマクシムです。よろしくお願いしま す。ということでユミさん、今日どこですか？ここはここは高尾山です。はい、高尾山口に来ております。今日は2023年の高尾山の登り方最新版をお届けしたいと思います。それではレッツゴー。逆こっち。ユミさん、そろそろ見えてきましたね。はい、見えてきました。高尾山の入り口ですね。あれ、ケーブルカーの入り口ですね。はい。じゃあちょっと行ってみましょう。さあ、ユミさん。はい。ここ高尾山の UFO マップでございます。おー、ここに分かりやすいですね。ちなみに登山道のコースが1号路から6号路までと稲荷山コース、そして高尾から陣馬山コースというふうに分かれてるんですけど、実はですよ、最強の登山道は6号路でございます。6号路どこですか、ゆみさん？6号路緑です。そうです、緑の6号路、実はここが最強の登山道と言われている6号路でございます。見てください、こちら6号路、上り90分下り70分になっております。下りの方が時間がかかるというところがミソなんです、これ。え、時間かかってなくない？下りですね。さあ、これでは6号路登ってみたいと思います。行きますよ、ゆみさん。行きましょう。レッツゴー。ここが有名なケーブルカーのエコーリフトでございます。皆さん、ここで楽して上行こうとしてますけど、ダメですよ。さあ、それでは6号路は実はこのケーブルカーの横の道を進んでいきます。こちらを進んでまいります。これを右に行きます。右にさらに行きます。で、右手を見ますと、こちらケーブルカーが、ゆみさん、来ました。ケーブルカーですよ。すごい、なんか斜め。そう、斜めなんですよ。だって斜めじゃないと、斜めじゃないと下向いちゃうから大変じゃないですか。落っこっちゃうじゃないですか、みんな。確かに。ということで、ケーブルカーでございます。皆さん興味がある方はぜひ乗ってください。それでは進みましょう、ゆみさん。はい、レッツゴー。さあ、ゆみさん、はい、事前研究の6号路の入り口に着きました。あの、皆さんご存知の方はしてると思いますけど、ノリンゴは結構霊感が強いんです。この6号路が最もパワーを感じる登山道なので、皆さんおすすめは6号路なので、ぜひ6号路来ていただきたいと思います。それでは登ってみたいと思います。レッツゴー。さあ、それでは登ってみたいと思います。はい、行くぞ。行くぞ。さあ、何かいますよ。さあ、6号路登ってまいりました。沢に響く歌声でございます。何でしょうか、これ。鳥でございます。鳥がいるらしいですよ。ピヨピヨピヨ、どこにいるんですかね、これ。いない。すごいですよ。さあ、行きましょう。さあ、この動画が延々とこれで続いていくというね。さあ、ゆみさん、登っていきますよ。登ります。すごいですね、この緑。すごい。やばい。綺麗ですね。お、なんか水の音が聞こえますよ。6号路は水の中をこう通っていきます。水の中を通っていきますよ。さあ、水です。すごい綺麗な水の音がしております。すごいですよ。めちゃくちゃ水が綺麗です。それではここへ行きたいと思います。さあ、すごいですよ、ゆみさん、見てください。あれ、滝じゃないですか。あれ、勢い強すぎ。むちゃくちゃ綺麗な水の流れを感じております。マイナスイオン全開でございます。マイナスイオンがすごい、すごいです。マイナスイオン、やば、えぐ、め
ちゃくちゃ綺麗ですね、これ。すごい綺麗。あの水飲みたいですね。いや、飲みたくない。え、なんで？え、さあ、お地蔵さんが見えてまいりました。祠があります。祠があります。なんかここで道が二つに分かれてます。ちょっと右行ってみましょう。はい、ゆりさん気をつけてください。今こけましたね。さあ、右が来ました、来ました。なんだこれ。あ、琵琶滝ですね、これ。琵琶滝の1号路の方ですね、こっち。ちょっと覗いてみましょう。琵琶滝、琵琶滝ですよ。お、見えた。お、あれ琵琶滝ですね。おお、すごい。なんか滝がある。滝がありますね。琵琶滝だもんね。ちょっと行ってみましょう、琵琶滝へ。皆さん、ちょっと疲れてませんか？大丈夫ですか？大丈夫です。本当ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？心臓に刺すぞ。大丈夫です。すでにお疲れの様子のゆみさんでございます。携帯がの充電が 14% になってしまって落ち込んでるゆみさんです。寒いんだよ、この気温が。寒いね、本当に。え、だってね、あれだよ、ここ来た時はね、80あったの。あったのに。あったのに、長くなっちゃった。ということで、ビアダキさんの方に行きたいと思います。すごいです。うわー、すごいですね。そうですね、すごいですよ。見てください、これ滝がすごいですね。なんかいやー、もう本当にパワーを感じます。パワースポットですね。すごいエネルギーを感じますよ。はい、それではノリゴピーがお参りをしたいと思います。さあ、ゆみさん、戻ってきました。戻ってきました。じゃあ次は左行きますか。行きましょう。レッツゴー。さあ、川がとても綺麗です。行きましょう。ゆみさん、すごいですね、この木の根。転びそう。やばいですよ、これ木の根。木の根がこんなところまで。ちょっとムスカチョウでちょっと行っちゃいそうな感じですね、これですね。もうラピュタの世界ですね、これ。ラピュタですよ、これ。ラピュタ、確かに天空の城。ラピュタですよ、これ、天空の山。高尾山ですよ、これ。すごいですよ、これ。自然見てください、これ。やば、落ちたらこれやばいですね。すごいですね、これ。木の根がやばいですよ、これ。飛行石見つかりませんよ、これ。ゆみさん、はい、なんか振り返って見てみようって言ってますよ。じゃあ振り返ってみましょう。せーの。あれ、葉っぱ、あれ、あれ、いない、いないな、何もいない。レッツ、川の中にいるってことですね。ですね。よし、じゃ行きましょう。レッツテイクアルーク。はい、なんか見上げてごらん、ルックアップって書いてありますよ。ルックアップ、ルックアップ。じゃあ、ゆみさん、見上げてみましょう。せーの。え、葉っぱ、ルックアップ、葉っぱしかありません。じゃあ次行きましょう。レッツゴー。よし、ちょっと沢の方に降りてみたいと思います。さあ、水が流れております。この季節ちょっといないと思いますけども、見てください、この自然。マイナスイオン最高。でね、さあ、ゆみさんが頑張って歩いております。見てください、ユーミーが歩いております。なんだこれ、デゲ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 デーン。なんだこれ。粘土板板って書いてありますよ、ユーミーさん。粘土板板、何ですか、粘土板板って。粘板岩って書いてある。これ何だか分かります？これ、あれ、正月に五目並べ。そうです、五ですね。これはなんかこの間お話があったあれですね、例の注意でございましたね。スズリシと言われてるそうですよ。さあ、それでは行ってみましょう。おー、これがスズリ岩だそうです。これスズリ岩だそうです。これがスズリ岩だとそうです。例のなんかスズリっぽいですね、これ。スズリっぽい、うん、なんかこれを割ってなんか中を削っただけで囚人のやつになりそう。
あ、そうですね、でけえすずりでございますね、これあと約 3.3 キロですね。今11番ここです、大山橋のとこですね。さあ行ってみたいと思います。行きましょう。ゆうみさんって山登ったことあるんですか？初めてです。え、初めてのまさか登山が高尾山。そうなんですかね。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、水が超綺麗な音がしておりますので、どのぐらいのいいお水かちょっと見てみたいと思います。わあ、超綺麗ですよ。ちょっとこれどのぐらい美味しいかちょっと飲んでみたいと思います。あ、冷たい、超冷たい、めちゃくちゃ冷たいです。めちゃくちゃ冷たいけど、良い子は真似しないでくださいよ。さあ、ゆみさん12番に来ましたよ。はい、はい、ちょっと読んでください。水辺に集まる今日の、そしてチャーズ。皆さん、なんとなんと見てください、初日の出ですよ、これ。ほら、太陽ですよ、やばい、初日の出ですよ。むちゃくちゃすごい、すごいですこれ。いや、太陽、元旦の太陽が昇るの初日の出って言うんですよ。皆さん、素敵な一年が訪れますように。初日の出が出ると踊っちゃうゆうみさんです。13番に到着しました。あともう少しですね。あともう少しですね。ちょっとむちゃくちゃ暑くないですか？いや、寒いです。あ、寒いですか？寒いです。ノーリングも汗だくでございます。はい。じゃあ残り行きましょう。行きましょう。はい。はい、ということで、はい、ゆみさん、はい、ここ橋のとこ来ましたけど、はい、よくここで間違える人いるんですけど、こっち行くと稲荷山コースでございます。で、まっすぐ進むと6号路なんですけど、こっち結構難関と言われてるコースでして、ちょっと気をつけて登っていかなきゃいけないんです。ここなんか道なき道を登っていく感じになりますけど、皆さんこちら登っていくので、皆さんご覧ください。6号路は高尾山頂はこちらの道を進むことになります。さあ、それでは6号路の方に進んでいきたいと思います。レッツゴー。さあ、ここは変わるのか悪いというような感じになりますけども、今年はそんなに寒くないですね。昨年はここ凍ってましたから。凍ってました。ここ結構凍っちゃったりすると大変なので、皆さん足元注意して渡ってください。こちらこういう感じになっております。こういう感じになっております、なっております。皆さん足元気をつけて渡ってください。本当に滑るよ。ゆみさん、はい、上の方まで来ましたけど、次こっち高尾山頂方面登るんですが、ここちょっと分かりにくいので、登るところ気をつけて皆さん登ってください。はい、はい、じゃあ行きましょう。ゆみさん、行きましょう。はい、レッツーゴー。さあ、ゆみさん、はい、階段見えてきましたよ。階段見えてきました。もうあとちょっとじゃないですか、これ。本当ですね。じゃあ行きましょう。あったかくなりましたか、ゆみさん？なってないです。寒いんですか？手冷たいです。ほんまですか？ TV 行きましょう。行きましょう、行きましょう、レッツゴー。ゴー。さあ、階段を登っていくゆみさんでございます。行きましょう、どんどん行きましょう。ノリンゴ P も階段進みたいと思います。1,2,3回しいだけでコンボンコンチュンチュンカイカイナーミと、ということで10段です。6号路今14番、もうあとちょっとです。ビーターセンターまであとちょっとです。ラストスパート行きましょう。行きましょう。走る走るユーミさん、落ちた。ユーミさんダウン、ダダダダダウン、ユーミダウン、ゆみさんダウンです。よーい、スタート。さあ、ゆみさん走りました。ダウン、もうダウンです。てってれー。ゆみさんダウンですか？どうですか階段？ゆみさん、はい、もうあとすぐそこですよ。現在そこですよ。頂上まですぐそこですよ。見てください、ビジターセンター。ここビジターセンター、ここ、そう、そこ頂上でございます。高尾山山頂だから、こうやって行って、こう行けばいいの。逆ですね。あれ、こう、あっちで、そうですね、そっちからですね。よー、じゃあ進んでみましょう。さあ、登っていきます。もう山頂すぐです。山頂まであとちょっぴり行きたいと思います。さあ、黄昏てるゆうみさん、はい、見てください。山頂が近づいてくる。何口もごもごやってんですか？メントス。メントス食べてんですか？
じゃあ山頂まで行きましょう。レッツゴリラ。ゆみさん、着きました。着きました、頂上へ。疲れた。疲れましたね。疲れた。疲れましたね。頂上ですよ。頂上へ着きました。やったぜ。やっとだ。やりましたね。頂上へ着きました。さあ、高尾山のここが山頂でございます。食べたいですね。ゆうみさん、ゆうみさん見てくださいよ。ほら、富士山ですよ。富士山やばくないですか。すごい、めっちゃ綺麗。めちゃ綺麗でしょ。あれ、ゆうみさん、富士山をさん付けで呼ぶと何でしたっけ。富士マウンテンさんですか。すごい綺麗ですね。初日の出さん、こっち初日の出さんで、こっちが富士山。さあ、ゆうみさん、高尾山山頂でございますけど、着きましたね。ピロピロしてますよ。いいですよ。ピロピロピロンピロン。ゆみさん、ちょっとあっちの富士山どうでした。めっちゃ綺麗。最高でしたね。わかりました。まあ皆さんもぜひ富士山ご覧いただきたいと思います。高尾山山頂からでした。どうも。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日は新春の高尾山の登山ご覧いただきましたけども、ゆみさんどうでした。今日は初登山でしたね。はい、初登山どうでした。いや、本当に初めてだったってこともあるんですけど、すごいめっちゃ疲れました。疲れましたね。はい、まあ、帰りはね、リフト乗って帰れたので結構楽だと思います、はい、楽しかったです、ね、楽しかったですか。楽しかったです、ね、じゃあまた来年も高尾山登りますか。ちょっと疲れちゃったということで、皆さんもぜひ、高尾山を登るなら6号路で登ってみてはいかがでしょうかということでございまして、今日は6号路の、登山の、模様をお送りしました。それでは皆さん、本年もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。引っ張りだこ、これしたイベントで引っ張りだこになりますように。引っ張りだこ、絶対チャンネル登録者連れてきてくださいよ。引っ張りだこ。